まか。真祖、精霊は数あれど、星の頭脳体となる個体は限られています。私はその一つなのでしょうが、今はその責務から解放されているようです。一つの命として外界と触れ合うことは、新鮮で、微弱で、悲しいものですが、決して無意味なものではありませんでした。人がなぜ消え去る運命にある灯火を守るのか、その理由はこの温かな鼓動にあるのですね。だと思います、ええ、共に成長しましょう。私は変わる。より強く、より可憐に。くれるのね。